った。ごめん。いやマジで絶対来年同じ大学受かるからさ、それまで待っててよ。あのね、私たちお互いに一度距離を置いた方がいいと思うんだよね。え？そうだよ、俺なんて滑り止めで滑り止めだ。レイナなんかより女いくらでもいるってな。だよな、だよな。合コンでしょ、合コン今。俺もうさ、サークル決めてんだよな。テニスと、スキー。サークルとかさ、合コンとかさ、自己紹介になるくらい。これ、探してるってのもちろん。いや、だからね、そういうことだ。なんだよ。そういうことだ、言えないじゃん。言えないですよね。うわ、マジで。治療すんのも疲れるし。てか、なんで林業なんだよ。え？なんつうかさ、男らしいっていうか、エコっていうか、地球に優しくありたいわけよ。そう。あ、じゃあキャッチャー行ったから。もしもし？あれあれ。もしもし、私だけど。聞いたよ。電波来たぞ。あれ？もしもし、なんかリングやるんだって。なんか電波が。それ遠くに出て、はい、じゃあもう降りる行きなんで、ちょっと待って。え、ちょっと今電波触ってるから、ちょっと待って。もしもし、もしもし、ダメだ。あれあれ、なんだよ。もしもし、そうだろう。
ぱり帰ろう。え？あと6時間？あっあっ、おーっと、マジかよ。あ、え、ちょっと、え、あ、あ、もうなんだよ、ちくしょう。平野さん。あ、はい。私は林業組合の方で。あの、これマムシ。え？毒蛇やから、噛まれたら大変やから。朝昼晩3食ついとるし、宿泊施設もちゃんとしとるしな。全然心配せんでええですよ。研修生もな、みんなあんたみたいな初心者やで。まあこう言ったら悪いけど、どんぐりの背比べなんよ。はい。毎日いろいろな指導員の方が来られますので、直接話を聞いたりしてめいめい勉強してくださいね。まあ本職の林業家さんですから、言葉はね、荒っぽい時もあるけど平気ですよ。1年間のプログラムのうち最初の1ヶ月はここでの基礎講習になります。皆さんの中には分け合って転職先を探してる人、学校出たての人、元自衛隊の人、いろんな人がおりますが、今日から30日間は同じ勉強をする仲間です。1ヶ月後は資格を取って全員が職場に出られるよう頑張りましょう。何か質問ある人は。あの、それでここに写ってる人はどこにいるんですか。これここ見て。間伐こうやな。これで踊るか。こう踊るか。なんで定期的に間伐が必要か分かりますか。そしたら平野君。え？そう。おう、おなら。良い木を残すように定期的に間引くことで、木の間から日光がよく入るようになります。年輪もきれいになるし、幹も太く育ちます。すごいな。何か勉強しろ。ああ、大学で林学を専攻しました。あの、いいですか、まだ途中なんで。もう、ええよ。逆に間伐をしないで放っておくと、土壌が粗悪になって土は流れるし、木の根は安定しないから土砂災害が起こりやすい。次はもやい結びや。もし木の上におるとき、片手だけで自分の体をロープで結びたいとするわな。そん時はな、こうしてこうして、おい、これがもやい結びや。やってみ。巻きすぎや。お前もや、人巻きでええやろ。お、うまいな。ありがとうございます。バラ人形ってどうするんや。チェーンソーは非常に危険なので、使うときは必ず足にこういうチャップスをつけてください。はい、はいはい、そしたらお願いします。まずな、倒したい方向に受け口を掘ってやね。追い口を入れます。
ほいで鶴をあれぐらい残してこういうくさびを打ち込んでいきます。そしたらほれ、鶴が蝶つがいのような役目をしながら向こうに倒れます。倒れるぞ。今時そんなことは言いません。え、あ、そうなんすか。そしたら次は8ページのキックバックの危険性についてやね。そう、チェーンの反対方向に力が働いて作業者に向かってガイドバーが取り上げてくることをキックバックと言います。キックバックの発生は、あの、汗拭きシート持ってますか。あ、いや、じゃあ制汗スプレーでもいいんですけど。そういうのはちょっと思って、あ、ちょっとさっきから何しとんのや。痛い痛い痛い、舐めとったら命落とす。すいません。お前みたいな奴が他が立ったってな、キックバックし。ばんそっこばんそっこ。あれ見てみ、こういう時どうすんのや。もうなろうとやろ。直接圧迫法、傷口をギュッと押さえて心臓より高くせな、うん、よし大丈夫か。こいつ貧血や、貧血。すいません、これ、うん、やる。そんな小さい怪我で情けないの。親指大丈夫か、うん、これ、うん、これ、これ、てっか。もしもし、俺、あら、何どうしたの。ゆうき、ゆうき、別に用事はないんだけどさ、そっちどうしてるのかなと思って。どうするって言ったっていつも通り。あ、そうそう、笑っちゃうんだけど、お父さんまたぎっくり腰やっちゃってね。大したことないな、いちいち言うなよ。お鍋、あれ、お父さん、お鍋突っ込まれてる。あ、ちょっと、大丈夫？大丈夫、頑張って、頑張って。やだ、ちょっと。なんか向いてなかったっていうか、精神的にっていうか体力的にっていうか、やっぱ俺には無理だったんですよね。どうも向いてないみたいで、僕には無理でした。まあどうしても続けられやんっていうなら仕方ないけど。すいません。気をつけてな。なあ、もうちょい優しく教えてやってくれるか。あれやったらみんな逃げてしまうで。どうせ都会の闇そもんに林業は無理や。そう言わんと。こっちとしてはな、できたら一年でしまえと違うで、その後も続けて住んでもってやな、家族を持ってってしてほしいやから。そんなにうまいこといくかなあ。ほんなら私行きますけど、これで全部ですか。はい、今年の分はこっちで全部処分しときますから、もう来年こそ絶対使わんといてくださいよ。本当は一回だけや約束やったんやから。おい、冷え込んできたで、これ来てけ。うん。
ません、あの本当にありがとうございました。ああ興味本位で来ただけやったらさっさと帰ってくれへん？あんたみたいなチャラチャラしたんが無理して就職してもどうせ1週間も続かんとみんな辞めてくんやから、そんなんが一番迷惑なんや。頑張りましょう。本日は藤島和真さん。はい、はい、おめでとうございます。平野由紀さん。はい、はい、おめでとうございます。平野くん、よう頑張ったな。正直言うとな、君が最初におらんようになるとは思っとったわ。はあ、今度会うんは山の中やな。山本くん、よう頑張ったな。正直言うとな、君が最初におらんようになると思ったわ。今あんの？え？今度会うんは山の中やな。はあ、俺葉山林業やけど、自分は一応中村林業です。そう、あの中村林業、カムサリ村の。カムサリ村知らんの？こっからもっとずっと山奥に入ったとこや。すごいらしいね、あそこは。自分なかなかのチャレンジャーやな。いらな、平野由紀あるか？ほれ、読んでるで。はい。何ですかあれ。
お、キモ、あ、なんか汁出てる汁。ちいちやかましい。これ獣医さんに行くんですか。あ？あ、いや、僕は。杉山、どうしたんや。あ、この子は言うとったやろ、緑の研修でな、今日から1年うちで世話するって。え、そうなんですか。なんや、嫌なんかい。いえ、そういうことじゃなくて、あと335日です。親方の家、あっこや。挨拶してこい。え、これはかん。よっ、に、あ、じゃあ俺挨拶、うん、よ、行ってきます。すいません。よろしくお願いします。今着いた。もう誰か村を案内した。あ、いえ、おい、なんか、いえ、あんた、いつまでもわがまま言うとったら鎖虫食べさせるで。もう林道に古い石がまくれとるで、うちのもみんなで片付けてるんや。行ってみるか。ちょっと、今着いたばっかりやで。かまへんやろ。はい。やけ
しいこんか。ちゃうやろそっちや。え？邪魔やどけ。今日中にやってらんぞ。明日休めやんぞ。緑の研修で今日から1年間うちで働いてくれる平野君や。あのどうもよろしくお願いします。平野ゆ、何これ。あ、すいません。お、これ昼やな。え、何昼。あ、ちょっと恥ずかしがっとる場合か。ええー、ああ無理に取るな。血止まらんようになるで。どうしたらいいんですか。火や火、ライター、ライター。ちょっと前に戻るな。落ちた。もう結構です。自分でやるから。ほんまやこれ。仲直りしたんか。いつもの通りや。ほっといてくれ。まだか。今度はニューヨークの女や。これやつやの。それが嫁屋にバレで、運命のはまた偉かったなあ。雨降らんだら車に入れ込めへんだろうにな。え、こう湧くの。は、まあまあなや。あの中村林業にこういう女の人って、あれあれあれ、はあ、こびきゃ一生飯、たらふぐぐって、はい、牛の根だよな、抜き間に合わすのね。えらい飛ばしたね。うん、うまい。これってあれですよね、さっき道で。どうせこいつら俺らが植えた木食いやらしとんねや。なんや、食べたないんやったら食べやんで。まあ、いっぱい飲むやわ。いや、未成年なんで。お前な、精つきあんの体もたへんぞ。どんどん食えよ。そんなによけさばいとらんだ。なんでや、まだいっぱいあるやろうが。そやったらあんたの分やるやわ。精力ありやまったんやろ。なんや、まだ怒っとんのか。何回も謝っとるやろ。あんた本気で考えとんの。子供どうすんの。いるん、いらんの。誰もいらんって言うてないやろ。はあ、もうやめた、やめた。はあ、ごっつさんでした。あ、いらま、いらま、あわあわ、いらま、
俺何やってんだろう。あのさ、この辺にバス停とか。おはようございます、忘れ物のお知らせです。昨日の寄り合いの時、これお母ちゃんの声、巾着を忘れた方、エンジ色の、あ、はい、おー、あの、近くに駅とかバス停あります？え？ああ、わしはこの頃耳が遠なってきてな、もうかにゃバス乗りたいって。あそこにあるで、ほら、あのスーパーの横のあロータリーのとこな。あったな。ここちょっと行ったとこにな、町があって、うん、あのスーパーのとこにバス来とる、うん、本当ですか？歩いて行きます？ああ、町までか。うん、わしらは車やけどな。あんた若いで、ちょうどええやろ、うん、行ってこい行ってこい。え、行ってこいって。車だとどれぐらいかかりますか？2時間ちょっとや。近いな。近い。お前、こんなとこで何しとる？あのな、町に行きたい言うとったよ。ほう、なんで？そうだ、これを修理に出そうと思って。何が修理や、そんなんはここらじゃ県外。おう、そんならちょうどや。俺も今から町に買い物行くとこや。ほれ。え？でも鍵とかかけてないし。この辺でそんなもんするやつ、おら。こいつ連れて携帯ショップ行っとる。干したら後でね。
お待たせしました。修理が済み次第連絡しますんで、こちらにお名前と連絡先をお願いします。お前ここにおれ。逃げようなんて思うなよ。ニューヨークの女。よっしゃ。もう食べる？あかん。冷やして食べた方が美味しいな。うまいね。楽しみ。うん。うん、楽しみ。うん、うん、うん、食べて。いいよ、食べさせたり。いいって、やめやめやめ。やめいい。やめ。何歳？40歳。なんで聞かないとか言うの、お前は。やめやめ。あ、やめやめ。いやから食べさせたやん。いいやん。いや、ね、木ってなんかいいですよね。あの人って優子さんの妹の直樹ちゃん。え、あ、そうなんですか。中村林業の人じゃないんですか。違うよ。なんで。おい、お前もこれか。冗談じゃない、違いますよ。あれバツイチ。バツイチ、バツイチとちゃうやろ。どっちなんですか。ゆうきくんみたいに緑の研修で町から来た人と大恋愛してここでしばらく一緒に住んどったんやわ。もうみんな絶対結婚するもんやと思っとってんけど、急に彼が村を出てってそれっきりや。あん時は村中えらい騒ぎやったわ。村中ってそれただの破局ですよね。都会やったらそれぐらいどっちことないかもしれんけど、村やったらそうはいかんのや。仕事もできるしちゃんとした人やったんやけど。だったらなんで。男と女のことやでな、いろいろあんのよきっと。気ぃついたら村の売れ残りや。年頃の女が独身ちゅんは心では犯罪やな。ガン。それ、その写真に彼も写っとらんだ。え？これそやな。彼がアピールになるから言うてわざわざ直樹ちゃんにこの格好させたやん。痛々しいったらないな、その幸せそうな顔。こないな鼻くそみたいなやつばっかり集まった。どうにもならんやろ。いつまで寝とんのや。え、え、これあと何本植えるんですか。この山全部や。そう、だってこれ面積どんだけ。こっちで似たんやな。今日やんのは800から900本どこや。それ全部手で。ハーウェイとちゃうぞ。で、以外にどうやって売れんのや。おう、
自分で何とかせえ。待て。お前もう食い終わったんか。どうや、慣れてきたか。まあなんとか。研修終わったらどうすんや。林業やっとくんか。あ、いや、まだ考え中で。せやけど1年であっという間やで。あと258日ありますから。おうか。ブラックやで。はい。精つくで、マムシは。おう、みんな。はい。どうした？あ、そうか。下田、温泉や、旅行。車借りてくでな。ちょっと待って、これ忘れ物。行ってくるわ。軽トラまだ修理が帰っとらんな。あのな、ゆうきくんな、頼みがあるんやけど。はい。一晩だけどっか行っといて。え、今日チャンスデーないや。どっかって、なんやったら一晩中見物でもするか。長木のところでも行って押し倒したれ。そしたら話が早い。だから違うって言ってるでしょ。これ持ってけ。あのね、そのはよはよ置いてくれ。え、子供いるの。あ、昼にまたやられたやつ。あ、昼にまたやられたやつや。はい、これ。ええ、ちょっと俺も。ちょっと来てくれ。先生、これで早く持ってくれ。
切るって言うのやめろよ。最近村におるようやけど、挨拶に来んのはどうなってんや。あんたとこはそういう方針か。いや、すいません。ゆうきくん、ゆうきくん、ちょっと、ちょっちょさあ、みんな、もう帰る時間やよ。じいちゃん、うちで一年預かる平野ゆうきくんです。よろしくお願いします。この地区の会長の山根さん。あ、よろしくお願いします。ふん、無礼とこないね。挨拶もようできやんよそもんか。返事帰るで。村にもいろんな人がおるから。はあ。お母ちゃん、どうか逃げてしまう。なんでここにおるの。そうだ、今晩泊まらせてくれないですか。それが何。あ、親方、岩尾さん、三郎さん、あ、これよき。何なのこれ。大山住さんのお祭りに出る人の名前の板。大山住さん。あんた、いつまで起きとらん。キルと一緒に寝る。ええ加減にしとけ。おやすみなさいわ。おやすみなさい。おやすみ。あんたまた裸足で離れ来たん。おやすみなさい。おやすみ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 。この村にもあったんですね、パソコン。当たり前や。これ全部中村林業の山ですか。そうや。GPS で測量を正確にしてな。ジオグラフィックインフォメーションシステムというソフトを使って実測図としての自分の持ち山を管理するんや。こんなんがないときやみんな自分の足で歩いてやな、地図に印をつけてってもんや。おい、聞いとんのか。あ、すいません。ごめんな、話長いやろ。この人気のことになると周り関係なくなってしまうから。あの、親方なんでこんな格好してるんです。ん、それ俺とちゃうぞ、ひいじいさん。だからそっくりやって言うとんのに。105年前の写真や。明治時代やな。明治時代。うん。え、じゃあこの頃植えた木って。今度切るすぎや、ひいじいさんが植えた木やな。そしたら自分一本やってみるか。え、105年生の割にはでかいな。ああ。よう土が超えとるでな。俺やったらこっちやな。でやろ。誰だ。それ切らしてくれるんじゃないんですか。アホ、お前に105年生任せるわけないやろ。俺運び出すのに邪魔になるやつから先に切っとくんや。ぐちゃぐちゃ言っとらんとさっさとせえ。頭上よし、バット方向よし、対比場所よし。こっちに倒して、こっ
っちやな。そやな。調子に乗んな。そこがうちのや。よそのに比べてうちのは節もないし、レコード盤みたいに年輪が細かて均等やろ。105年の間先祖が丁寧に枝打ちして間伐したからこういう木になるんや。中村林業やで。またええ木出してきたな。お前ええ目しとるわ。これは最高や。はい、次は中村林業で。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、これ10万円。36万。まだまだ行くぞ。あの杉一本倒して80万ですよ。今日売れた分全部足したら。
この山みんな切り出しちゃえば億万長者じゃないですか。うん。まあそういうことやな。なんでこんな車乗ってるんですか。ベンツ乗りましょうよ、ベンツ。まあほんまにアホやな。自分が生きとるうちのことしか考えてんやろな。あえってなんかおかしいです。先祖が植えたもん全部売ったったら俺らの次の世代、その次の世代はどうするんや。100年もせんと打ち止めや。はあ。せやから苗木を植え続けて大事に育ったろうなあかん。おかしな仕事やと思わんか。農業やったら手間暇かけて作った野菜がどんだけうまいか、食べたもんが喜んだかわかるけど、林業はそうはいか。ええ仕事をしたかどうか結果が出るのはおいらが死んだ後なんや。まあならやな。そろそろ昼やな。弁当、ロープでくくってくれ。ここで食うんですか。当たり前や。いちいち下まで降りてられるか。
どうした、お前まさか。やっちゃいました。お前こら、社長が待つぞ。なだれけってやっちまったんだ。お前みたいななだれけだ。あんちまいったりするいかがやったぞ。俺もそう思いますよ、ほんと。思いますか。早いかげんにしてやるぞ。飯食わんと働けと思ったのか。言い訳するんか。サンキュー、助かったわ。前来る、命拾いしたな。直樹に感謝せよ。しょうもない。おい、ちょっと待って。え、これ。あ、大堀ってこれか。あいつなら大丈夫、安いじゃから。あ、はい。一応綺麗だと思うけど。ありがとう。だ、いいですよ、こんなボロっちい。あかんあかん。いや、いいですって。いやいやいや。ま、絶対洗って返すし。あの、どうして彼氏と別れちゃったんですか。携帯の電波が入らんからって。え、ウォシュレットがないからって。電車もない、バスもない、コンビニなんか一軒もない。だったらこんな村出てもっと町に引っ越せば便利なのに。簡単に言わんといて。え、どうして。昔から住んどるとこやで。なんかまずいんですか。私の勘違いやった。やっぱりあんた都会の人間なんやな。何がですか。所詮あんたには分からんわ。その言い方なんか傷つくんですけど。はっきり言ってくださいよ。どうせあんたもこの村から出てくんやろ。変に期待させてみんなに失礼よ。ちょっと何のことですか。そういうつもりならグズグズせんとさっさと帰れって言うとんのや。
ん。中ぐらいしたんか、こら。あ？こちらですね。動作確認お願いします。はい、はい。あれ？ニューヨーク行かなくていいんですか？ああ、うるさい。話していたスローライフ研究会の人たちです。数日の間村の暮らしとか林業の作業風景とか見学させてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。泊まるとこはどうすんや。もう見つけたんか。いえ、市内のホテルから帰ります。わあ、リッチやな。スローライフってタンパコか水水ゴンボか。え、スローライフって何やって。ほら、スローなライブやろなあ。シゲバーさんみたいなもんか。ゆっくりしかやるかやもんな。詳しくはホームページを見てください。ホームページってホテンパーか。ホテンパーは人人気やろ。ああ、わすいすいか。ああ、もうキリがないんで行きましょう、ね。はい。平野くん、なんかちょっと見ないのにたくましくなったね。よし、交換かける。あ、そう。やめてよ。どうしよう。やだ。超やせ。超やせ。やだ。まだ切っちゃいますって。あの、今作業してるところ写真撮ってもいいですか？うん、いいよ。あ、こっちの布の方がよくない？来い。ないから。木って俺で切り倒すんじゃないんだ。いや、俺こうさ、ヘイヘイホー。痛いな。いや。それもない。ユウキョン超ウケる。すごい痛いですね。オッケー。いやー、レーナからさ、高校の時の友達が突然林業始めたって聞いて、それもすっごい田舎で暮らしてるっていうから、本当に大丈夫かよって思ってたんだけど。7で。すごいよね、人間ってどんなところにも住めるもんなんだね。私には絶対無理。でも1年間ここにいなくちゃいけないんだよね。あとどれぐらいで出られるの。いや、刑務所じゃないんだから。いや、でもさ、こういう人たちがいないと日本の住宅ができないんだもんな。まったく頭が下がるよ。ほんと皆さんご苦労様ですって感じ。こうやって言うね、ご苦労様です。何すんだよ。もう帰ってください。平野くん、帰るってば。
キャン証明したらふくくって牛のネタよな。簡単に言うたら、よその土地のもんを大山住さんの祭りにはどうなんかなっちゅうことなんやわ。ああ、俺別にいいですよ、祭りくらい。行って。ちょっと待ってください。研修生や言うても、勇気は私らの仲間です。参加できやん決まりはないはずです。中村さん、あんたの立場もわからんではないけど、来年は48年ぶりの大祭や。そんな大事な年に素人を混ぜるってどうかと思うけどな。そうやそうや、山の神さんのたたりで待ったらどうするんや。たたりって、それは確かにそうやな。中村さんとこから出すってことはただ参加するのとはわけが違う。正式に蕎麦人として参加してもらうってことで、そういうことでええんかいの。どうせそいつは一年で村出てってしまうやろ。違うか。こいつはまだろくに枝打ちもできへんし、植栽もトンカゲも金のも下手くそや。そんで重機も使えやん。ほとんど役に立たんけど、みんなが思ってるよりちゃんと山の男や。天気がいいのに仕事休みなんですか。今日は山止めの日や。誰も山に入ったらあかん。なんで。
山の神さんが木の数数える。また神様。山止めの日に入ったら人間も木に感情されてしまう。昔はそれでよう人がおらんようになったもんや。まさか。それでその人たちはどうなったんですか。木切ってると時々聞こえとけへんか。痛い痛い言うて。その時なふとチェーンソーを見ると。ああもうアホや。あんたら何しとんのや。火遊びしたらあかん言うとるやろ。ちょっとぐらいええやんか。おいらが見てるんやから。やかましい。山火事になっても知らんで。お前もうちょっとなあなあでいこうや。先生あかんっちゅうたらあかん。先生そんなやからいつまでたっても嫁に行けやんのや。先生ってよきが言うてた。あほ言うてないやろ。うちのじいちゃんよう言うとる。あお前らのせやぞ。はよ謝ってこい。本当のこと言うただけやのに、なんで謝らなあかんの。先生待って。見て。ヘビが、ヘビごと。あ、タマムシや。あれ多分そうや、絶対。お日遊びやな。おいこら、勇気開けろ。おいこら、開けろ。うん。繰り返します。今日のお昼頃から山根茂さんとこの健二君が山で迷子になっています。見かけた人は至急中村林業まで知らせてください。私がついていながらすいません。そらもうえ、とにかく早めの捜索や。子供の足やったらまだそんなに遠くには行ってないやろ。当の山根さんらはどうした。大人たちで隣村に祭りの会合に行ってたそうや。今こっちへ向こう取るって。かわいそうにな。神隠しにおたらまず見つからんわ。やっぱり私も行く。やめとき。そうやけど。あんた子供らの面倒見とらなあかん。ごめんな。俺に任せてください。絶対に見つけてきます。神おろしややたらに動くな。誰？直樹さん？
胸ちょっと。どこまで？え、いつの間に？おんぶ。え？はい。よいしょ。どうしてこのタイミングで寝ちゃうかね。これ以上探すのは危ないな。あいつまでどこ行ったんや。あ、は、あ、おい、見つかったぞ。どうした？どっか怪我してるか？寝てるだけですね。ケンジ、あんたもうどこ行ってた？お腹すいた。もう心配させやんといてよアホ。すみません、子供ってなんか重いんすね。こっちの手がなんか示して。おい、お前耳に何ぶら下げてるんや。え、まぶしや。直樹さん、さよなら。え、ちょうどよかった。まだあそこに救急車おるわ。おい、救急車呼んでくれ。ねえ、ちょっと、あ、なん、しっかりし、あ、な、落ちたらまた顔出しますわ。くれぐれもよろしくお伝えください。わざわざ来てもうたのにすいませんでした。寝てるからって言うといた。 すみません。はい、これ渡してくれって。これってよかったやん。今年は大山住さんも大祭やから、みんな普段よりピリピリしとんのや。親方もよきも喜ぶわ。ちゃんとお役目果たしてくるんやで。そしたら晴れて結城くんもほんまもんの染人や。お役目って？そや、あともう一人来とるんやけど、帰ってもらう？え？じゃあケンジはあんな山奥で綺麗な女の人に遊んでもらってたって言うんですか？本当は何があったんか誰にも分からんけど、不思議は不思議やな。じゃないですよ。ごめんごめん。もうこれ早く治んないかな。あと何日？え、何が？研修が終わる日。ああ、あれ何日だったっけ？アホ、あと16日やろ。ああ、
そっか、もうそれだけか。いつまで鏡見とんのや。そのまま見とになれるかなれんかの最後の仕上げやぞ。あの、今さらですけど、祭りってみんなで山登って何するんですか。縄文のおなごし呼ばれるでも思ったか。違いますよ、聞いても教えてくれないんだもん。そりゃ楽しみやな。
のや。間に合わへんぞ。すいません、すいません。大胆なことしてくれんの。そしたら私下で待ってるし。お。よし、こっからが本番やぞ。本番だって何すんだか全然。それよりふんどしが食い込んじゃって。もう、あ、すいません。こっちや。かけまくも賢き大山積みの狼、産娘の狼、くぐぬちの狼の大前に、慎み敬いも毛作、こたび四十八年ぶりの御祭りに、かむさりの山々のそまびとこぞり、草々のまがごとなく、ご神木の流れ穏やかにして、速やかなるうちに伏せし姿となさしめたまえと、かしこみかしこみ申す。ほいえーい、おきはかぶさり、ようやよ。そらや、そこなよりやな、最後では。そまびとこぞりて、
滑らす。よしさやれエリアだ。よしさやれエリアだ。よしさやれエリアだ。よしさ。
それじゃあお世話になりました。これは俺が預かっとく。持っていき。ほら、もうゆうきくん行ってしまうで。バイバイ。ごめんな。いえ。これお弁当。マムシは入れてへんから。もしかして泣いてる？痛い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 って。学校の仕事が片付いたら来るって言うとったんやけど。そしたらな。元気でな。体に気ぃつけや。Thank you.
あの子ったら遅いわね。お、まったく何やってんのかしら。よし、片付けるかじゃ。ああ、何、どうした、うん、なんだこれ、何これ、that's life, there's always sorrow.